はい、お久しぶりです。久しぶりです。今日はだいぶ久しぶりやんな。半年、そうですね、半年ぶり、半年ぶりぐらい。そうですね、確かに、うん。まあ、ちょっとこの前の大会終わってちらほら何回か撮影して、そこからちょっと全然 YouTube も上げれてなかったんですけど、はい、今日はちょっとあのデルタフィットネスさんが、はい、あのちょっと奈良からも近くで、はい、大阪の河内湖区っていうところにできて、でここにちょっと入会させてもらって、これからホームジムでトレーニングさせてもらうんですけど、はい、でプラスちょっとあの近況報告をさせてもらおうかなと思って、はい、でまあ、去年の大会終わってから YouTube でもちょっと来年またリベンジしますみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、今年の大会はあのちょっと見送ることにして、はい、ちょっと SNS の方でも投稿させてもらったんですけど、まあ、そのちょっと理由としては、まあ、その前回のそのナバが終わって、うん、まあ、そのフィードバックを受けた時に、まあ、ざっくりと、まあ、上半身のバルクと、あとまあミッドセクションとか、はい、まあ、基本的にはまあその上半身の改善っていうので言われてて、でまあその足がもともとでかすぎるのもあるけど、スポーツモデルのその比率として、まあ、今の俺のバランスで言ったら上が5、下が5ぐらいの筋肉量になっちゃってるから、はい、ちょっとスポーツモデルの比率じゃなくなってる、うんうんうん、だそれをスポーツモデルの比率に上が6、下が4ぐらいの筋肉のバランスに変えないと、やっぱり自分もそのジャッジしてる以上、まあ、どうしても足がちょっと目立つ選手っていうのはやっぱ勝てないっていうのが正直なところ。それがあの6月の JOC を見てて、ジャッジついてても自分でもやっぱりその他の選手を見てて、あの選手は足が強いなって思った選手はやっぱり正直バランスが悪いから、強みがあるってことは絶対弱点があるから、下が強いって思うってことは上が弱いってことやから、まあそこはもう客観的にまあ冷静に自分の体を見て、でまあ一応そのダイエットはスタートはしたんやけど、まあ今のままじゃ多分勝てへんなっていう自分の判断で、まあそこはあの応援してくれる人のために出るっていう選択もまああったんやけど、まあ、やけど出るからにはやっぱ勝ちたいし、やっぱその自分の中で納得いく体が作れてないのに出るっていうのも自分はちょっと嫌なんで、でまたそれナバ出るってなると、また10月の APF のチャンピオンシップみたいなやつも出ちゃうから、そうなるとまた来年のバルクアップもできひんくなるし、ちょっと一旦あのまあ、一応今ダイエットはしてるけど、ある程度のところまで絞ったらまずちょっとバルクアップに切り替えて、で来年に向けてやろうかなと思ってます。でまあ一応その別に選手として引退するわけじゃないんで、まあ今後何年も2年も3年も先のことを考えて、一旦今年はまあ休むって言ったところで体作りはずっとしてるんで、一旦見送って来年のステージに向けて体を作るって感じですね。はい、まあ、だから今年はちょっと、まあ、自分のクライアントさんもそうやし、で、まあ、一番の和樹、秋葉和樹が、来週一緒にちょっとあのタイの方に、はい、ナバのワールドがタイで開催されるっていうので、タイの方に一緒に同行してサポートさせてもらうんで、それは高弘も一緒に来てくれるんで、はいはい、で、まあ、2人でサポートして、まあ、和樹にはちょっと世界を取ってもらいたいんで、でまあ、その後の、コリアもそうやし、であとジャパンもちょっと3連覇、はい、3つ制覇してもらって、はい、でまあ、それのサポートもできたらと思ってるんで、まあ、今年はちょっとそういう年にできたらなと思ってます。はい、でまあ、ちょっと今日デルタさんでトレーニングさせてもらうんで、いつもちょっとやってる背中のトレーニングで、まあ、せっかくちょっとここマシンがすごい多いん でまだ来週か再来週ぐらいにマシンさらに増えるっていうことなんで、でまあ、そのマシンもちょっと使いながら背中のトレーニングしていけたらなと思います。はい、はい、まあ、そんな感じで、はい、ちょっとあの高弘くんもあのナバの公式のカメラマンになって、はい、あのかなりのクオリティですごい好評公式のおかげですいやいや全然俺は何もしてないけど、もうかなりクオリティが上がってきて、まあ、ちょっとあの YouTube もすごいことになるらしいんで、はい、ちょっと楽しみにしてます。はい、また一新します。はい、はい、まあそんな感じでちょっとトレーニングしていきます。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、
なんかその大きいやつちょっとテンション上がりますね。なあ、はい、なんかめちゃくちゃ重たいのやってるみたいな。あと25なんですね。すごい。あの金銀ジムでようさ、これでベンチプレスしてる人いるやん。はい。でもなこれな、はい、あんまりでかすぎたらな、これ、はい、K が大きいからさ、はい、回んねやん。やってる時に遠心力で上がっちゃうね。はい。だからちっちゃい方が、ちっちゃい方がいい、ね。そうなんですね。なんかそんなこと佐藤さん言ってなかった、佐藤翔。あの直くんのプレートをさ、はい、10キロプレートをつけるのと20キロプレートをつけるので変わるみたいな。はいはいはい、はい、それそういうんやろ。全く集中しすぎて聞けて怒られますね。へぇ、だから俺は15からちょっと重ねていくね。はい、もう入会して何日目ですか。入会して、はい、あれいつ来たっけ。あ、月曜日や、先週の月曜日やな。あ、違う違う、今週の月曜日か。あ、そうですね、そうですね、今週の月曜日やから、はい、まあ、5日ぐらい、はい、で、もうほぼ毎日ですか。そうやな、昨日は来てないけど、はい、ほぼ毎日、はい、気ぃついたらなんか、はい、こう時計ないねん、わざと時計ないらしくて、はい、なんかあの時間を忘れてトレーニングしてほしいっていうので、はい、時計をなくしてるらしいんだけど、そんなん時計ないのも気づかんかって気づいたら3時間ぐらいおった。ついついこんだけの施設があればめちゃめちゃいいですよね。エグい、これは。ああマジで確かに、ほんまにエグい。ああ、またおいおいですね、ジムの紹介もさせてもらいたいんですけど。そうですね、これはテンション上がるしかないですね。上がるな、うん、これはほんまにジムニーランド。ほんまっすね、うん、よいしょ。I'm a second, I'm 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 a second,
このオフで、はい、肩を、はい、今強化してて、はい、肩でもこのサイドの、はい、上の方この部分を鍛えてて、はい、フロントポーズ取った時にここが長くなるように、はい、上の方を狙ってる、はいはい、意外とサイドレイズとかさみんなこういう感じでやるからサイド全体っていう意味では鍛えられてるけど、はい、結構この下の低支部腕に近いところに乗ってるから、うんうん、これをもう少し上までこういう感じで収縮入れてあげてここね、はい、この部分を鍛えてあげてここの張り出しを出してあげてもともと鎖骨が短いから肩幅がこう狭く見えるからさでちょっと肩落ちちゃうし、はい、こう張った時にこれが出るようにうーん今そこを重点的に鍛えてます、はい来年の狙うは9月ですか。ちょっとコリア出たいな。おお、うん、もうどこまでもついてきます、うん、いやあの残念ながらコリアまでしかないから、はいあまあ、ワールドがあるんかあそうですね、まあ、どこでやるんか分からんけど来年、はい、確かにこんな感じでツーハンドで持ったらこんな感じこんな感じ今日は俺はちょっとワンハンドではいあワンハンドでもできるんですねそうめっちゃいいまるついここ、うん、いやでもカズくん楽しみですね。なんで？カズくん楽しみ。楽しみやな。はい、もう彼は2ヶ月前ぐらいから仕上がってるからね。すごいっすよね。1年中あのコンディションなんですよね。まあまあ1年中ということはないけど、でも崩れへんな。はい、
ほんまに減量幅で言うと4キロとかじゃない？イエーイ、すごい。いや写真でもすごいすごいですけど、生ではもっとすごいですよね。まあ、あの感じのコンディションをキープしてる選手はおらんな、はい、葉月ぐらいしか、はい、だから仕上がりが一人だけ違うもんな。もう張り付き方が、あ、もう全部の部位がこう筋肉にサランラップ張ってるみたいな感じの質感やな、はい、うん、俺もあんなんならへんし、多少この辺はちょっとやっぱつまめるからな、はい、うん、おつまめへんように見えるけど、はい、まあ、自分ではちょっとつまめる感覚はやっぱある、はい、うん、でもそれはカズキにはない、うん、全部皮、こうこうみたいな、はい、ああ、そのレベルなんです、
影やからって久しぶりに日焼けしたら焼きすぎて日焼けで日焼けの感覚忘れてる、はい、でもそんなに赤が乗ってない、はい、マジどうですか。上向きに蹴るレッグプレス。いい。確かに。ああ。いやないですね。上向き。はい。ええー。あ、もうほんまに真上に蹴るんですね。背中。ああ。すごい。いやすごいのがばっすごいのばっかですね。はい、足やるっすかって、はい、いやこの前足取ってたやろうから足以外でいいよって来たあの人絶対俺と足やらへん。あ、そうなんですね、うん、次回パーソナル受けに来てたけど、はい、足だけあの人は唯一受けてない、はい、それでもプロになったから、はい、じゃあ次回そうそう、はい、やりたいんだけど、はい、drill, put a pause on my drill, cause I'm out of my script.
以上で今日は6種目ですね。そうですね、今日はトレーニング背中なんで終わりですね。はい、まあ、またちょっとあの今日土曜日なんで、はい、あのちょっと人多いからまたあの平日、うん、いつも昼間来るんで、はい、その時間空いてる時に来て、はい、あのちょっとトレーニングメニューの説明とか、うん、フォームの解説とかまたやっていけたらなと思います、はい、あのコメント欄になんかどういう種目を教えてほしいとか載せてくれたら、あ、そうですね、それありですね、うん、はい、それのちょっと解説とかもできたらいいかなと思います、はい、結構あの見てくれてる人いい人多いんで、はい、コースさんにも何だっけ、バットフィットネスの逆は何になるの、バットの上逆は分かんない点点点まあアンチあんまりおらんから俺は、そうですね、そんなん言ってたら、そんなん言ってたら来るけど名乗りで出てくるんじゃないですか、そういうのすぐ削除するがちゃんと分からないことだったらコメントをしてもらったら、ホースさんが、ね、はい、あの全部あの俺がコメント返してるから、そうですね、うん、はい、全部一応返します、ちゃんと、はい、まあだからなんかあの全然こんなん聞いていいんかなみたいな、うん、あの初心者の方が聞くようなことでも全然いいし、はい、聞いてくれたら、はい、答えていきます、はい、まあ、ちょっとあの大会いつも出るときとかやったら自分のことでちょっと精一杯なって、はい、喋ったりとかもできへんくなるから、はい、まあ、この機会に今年はちょっとそういうの力入れていってもいいかなと思うので、はい、まあ、またちょっと撮影どんどんしていきたいと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。I flick my wrist like a rat on a bike.